今週の AFL ウォッチャーはラウンド14の様子をお伝えします。こちら AFL ウォッチャーという番組は AFL の試合を毎ラウンド、毎週ですね、お伝えしている番組で AFL 自体わからない方、ご存知ない方は AFL って何？オーストラリアンフットボール説明動画ということで、協会の方でも説明の動画作ってますので、そちらご覧ください。私は日本オーストラリアンフットボール協会で普及育成を担当します、坂木と申します。そして、ヨシはゴールドコースト在住だね、オーストラリアの。はい、ジロングキャッツファン、ヨシと2人で中継でお伝えしてます。オーストラリアと日本でこれ喋ってます。今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。で、早速、ザ・10見ていきますか。AFL が作ってくれる今週のラウンド10個のシーン、はい、まずは第10位から見ていきましょう。こちらですね、あれそう、10位からもう心が、ね、痛いんですけどね、クイントン・ナーコ、ポータードレートのデビュー戦なんですけども、昔ね、ジュローグのプレイヤーだったんで、見ててちょっと痛かったです。微妙だよね、古巣のジロングキャッツと戦って、しかもこれ、ゴール入れられてんだもんね、ヨシがすごい好きな選手の一人だったのに。残念です。そして、キング選手、これはハイマークですね。はい、マークですね。なんかプロフォワードだとボールを落としてもなんかマークになっちゃうような気がするんですけど、でやっぱコントロールしたらね、コントロールしたら OK になっちゃうんで。うん。そしてこちらはブリスベンライオンズのフレッチャー選手が、これがデビューゴールだったかな。そうですね。デビューゴールでランニングってちょっとナーバスですけど、まあセットショットよりはいいんですかね、もしかして。セットショットは緊張するからね。はい。初めてのゴール、素晴らしいゴールでした。そして、ナット・ファイフ選手、フォワードでもうね、ちょっと年だとかって言われてるけど、やっぱすごい動けてたよ。動いてますね、これ、毎週言ってますけど、ナット・ファイフはフォワードになってから、キャプテンなくなってから調子がいいんで。少し上がってる。そしてこちらがカートン。もうゴールコースでミスですね。ちょっとあたふたしてたね、バックス、どうするか。もうスコアも見てもらうけど、もう倍ぐらいで負けてるんで、ちょっと残念でしたね、ゴールドコーストは MCG で勝たないと、トップ8にいけないと思うんで、あ、そっかそっか、アウェーでも勝ちたいゴールドコースト、残念でした。さあ、そしてこれ、オレンジ津波ということで、ジャイアンツのね、トビー・グリーン選手4番、これ、試合第3クォーター終了5秒前で、スライディングマーク、すぐに出して、リカーディ選手が、もう直前でゴール。あとちょっとこれでもう一気にね、第3クォーター勢いに乗って終われたから、そうですね、このゲームはちょっとね、かつてのゲームかなと思ったんですよね、ホームですけど、あまりホームで勝つって印象がなかったんですけど、ここの試合で、このラウンドで頑張ったんで、よかったです。いやー、ジャイアンツ、すごい調子が良かったです、そしてこれがウェイトマン選手の、これもハイマーク。そうですね、いや、ハイマーク多いですけど、ウェイトマン選手は本当に体使うのがうまいので。体を使って、多分このマークよりも多分ちょっと2メートル、3メートルのスペーシング作ったランナップがウェイトマン選手のチームだと思います。最後のスロー見てたら確かにそうだね。なんか上とかっていうよりちょっとスペースで取った感じ。そしてここはデレードパワーのサム・パウエル・ペッパー SPP 角度のないところからもう毎回この人ハイライトのような気がするけどうまいよね。いやーすごいですね、体にね、どういうね、グリースを塗ってるかわからないですけども、つるつるでつかめないです。グリース塗ってるのかな、見てない人は強いよね。腕取れちゃうかぐらいつかまれてるけど、強いと思う、これ、体が強いんだろうね、バランスいいし。この試合見たんですけども、本当、アウェイでした、ザ・アウェイでした、本当に。ホームチームは強いポートでした。そしてこれがブリスベン・ライオンズのレイナー選手、フォワード。いやー、これもね、毎週トップ8、トップ10に出てくる感じなんですけど、このタックマークの怖さ。これ、味方吹っ飛ばしてないか、これ。すごい勢いで突っ込んできたけど。素晴らしいです。素晴らしいマークでした。そして、リッチモンド・タイガース。ホッチン選手が300試合目の記念の試合でゴールを入れたシーンですね。300試合ってすごいよね。通算で140ゴールを入れてるらしいんですけれども、これでみんながバッと。これいや、いいですね。昔ね、キャプテンだったんですけど、今はキャプテンじゃないんですけど、こういう風に集まって、あとこうファミリーとかも映って、でね、前のね、コーチとかも映ったりしてたんで、いい試合だったよね。コッチンはリッチモンドで300試合プレーしたんだけど、2013から21年で9年間キャプテンも務めてて、2012年にはブラウンローメダルも取ってると。もう実績もずっとリッチモンドタイガースだからね、生涯を通してね、もうこれはもう人気だよね。なんか多分ね、ハブになった時のそのコロナの時のハブで家族とももうちょっとこう近づいて、プレイヤー同士もちょっと近づいたなっていうのが印象があります。特にリッチモンドは。うん、なるほど。まあリッチモンドね、アマゾンプライムでもね、追っかけられてたからね。そうですね。ドキュメンタリーと撮ってたので。さあ、そして、ピックアップですね。ピックアップ動画ご覧いただきましょう。はい、まずは私がピックアップしたのは、カンガルーズですね。カンガルーズ、ちょっとでもいいプレーがあると取り上げとかないと、シーズンで1回も取り上げないことになりかねないので、取り上げたいと思います。ザーハー選手、これね、まあ、ちょっと説明できるかわかんないんですけど、クラムというフォローの動きはすごいうまかったので、ご覧ください。まずはバックラインからラックワークで攻撃をする、左サイド、ライン際を攻撃するシーンなんですけれども、まずね、バイリー・スコット選手が、これ、フォローに入ってるのを、ちょっと通り過ぎちゃって、でも前にパスをもらって、この後ですね、ザハー選手、こぼすんだけど、すぐ振り返ってハンドを受ける。この動き、やっぱ後ろからフォローが来てるっていうのは分かってるし、普通ならちょっとミスっちゃったらね、あーって思うんだけど、すぐに切り替える、このシーンうまかったなと思ったんですけど、よし、どうかな。いや、本当うまかったです。このシーンじゃなくて、このゲーム、ザーハー選手、すごく、ハイライトで頑張ってたと思うんで、でしかもちょっと骨折れたのか分からないですけど、怪我してるのか分からないですけど、グラブをしてたので、ちょっとアンユージュアルだったんですけど、それがね、ちょっとこう印象的に残ってました、この試合は。そうだよね、このなんか切り替え、反応の速さ、ミスったその後の反応の速さ、素晴らしかった、まあ、フォワードとコミュニケーションも取れてるんだと思うんだけども、それだったら今みたいにボールが落ちちゃっても、チャンスにつながるっていういいシーンだったので、取り上げました。まあ、今シーズン、はい、カンガルーズ取り上げるのも最後かもしれないので、はい、そして、ですね、吉野方いきますか。はい、またかぶっちゃうんですけど、はい、ケイン・レイナー、もう一回マークシーンを見てください。これよく考えると本当に難しくて、これ4人ぐらいチームメイトも上に乗っかってアタックするんですね。で、背もね、187センチでウィキペディアに載ってるんで、まあ、そこまで背が高くなくて、89キロなんで、まあ、なんとなくこの見てる方、AFL ジャパンのプレイヤーたちも、もしかしたら真似できるようなスキルかなと思ったので、もちろん練習とかしないといけないんですけども、これすごいですね、こう、人の上に乗ってるんですもん。そうだよね、なんかさ、基本的には背高い方が、まあ、有利は有利って言われてるんだけど、まあ、小さくてもこういうレイナー選手みたいに飛び込んでマークできる可能性があるってことだよね。あります。で、バックラインは2メートル近くあると思うんですけど、まあ、ここでミスってるんですけど、これがね、レーダーですね、2017年ドラフトナンバーワン、すごくね、ハイライトで、まあ、すごいいいプレーヤーになると思うんですけど、あとゴールキックさえ入れれば、ブラウンドも取れるんじゃないかなと思いました。確かに、ブラウンローいけるかもな。まあね、そのうち多分2、3年、まだ若いんだもんね。まだ23歳です。いや、なんか、いい選手だと思います。ありがとうございます。そしたら、今週もタイガースが勝ったので、ののすけくん一家からハイライトを送られてきました。ののすけくん、今、小学校4年生なんですけども、メルボルンに住んでいたことがあって、その時にタイガースファン、大のタイガースファンになって、ののすけくんだけでなく、一家でタイガースを応援しているということで、今週も勝ったので、こちら、ハイライト紹介したいと思います。ティム・タラント選手とシェイ・ボルトン選手のゴールシーンですね。もう試合の最終盤、どういったシーンだったか。まず、タラント選手のゴールですかね。結構、これ、元監督が見てるじゃないか。タイガースの。そんな中、大雨だったんだけど、この難しいバナナショット、これ、どうかな。いやー、こういうの好きですね。本当ティム・タラントの結構バナナショットがよく見かけるんで、で、あれがミスったとしても、フォワードラインぐちゃぐちゃで、絶対ゴールにつながってたなと思いました、このプレーは。そうだよね。そしてまたさらに、もうこれも結構終盤なんだけども、毎週のように紹介してるシェイ・ボルトン選手、角度ないところからのゴールですね。ののすけ君のコメントとしては、蹴るのに角度が難しいのに入れるところがすごいと。これ、角度ないのに入れるところがすごい。はい。ちなみに、かっこ妹もこれを希望したということなので、兄弟でこのシーン希望したということなのでご紹介しました。他にもね、これ入れて5個ぐらい送ってくれてるんですけども、まあ、今日はね、この1本、プラス、ののすけくんのお父さんのコメントの入った動画もこれご覧ください。コッチン選手の紹介ですね。コッチン選手300試合目ということで、先ほどもトップ10の、ザ・10の1位で紹介の映像あったと思うんですけれども、まあ、無事にね、300試合終えて、しかも勝って終わって、これはいいシーンだよね。地元メルボルンで。いいですね。はい。雨降ってたんですけども、もうみんなでこうハートウォーミングで集まって、はい、やっぱ昔キャプテンだったんで、ちょっとそう思いが強かったですね。うん、そして、野々瀬君のお父さんは、この肩車しているジャック・リボルト選手とダスティン・マーティ選手、そして乗ってるコッチン選手ですね、がもうザ・タイガースっていう感じで、このまあ AFL の文化も含めて、これ、紹介してくださいということだったので、紹介しました。これ、コッチン選手の娘さんかな、3人、9番、コッチン選手と同じ背番号をつけて、しかも上にダッドって書いてたね。で、下には300っていう、この300の記念試合の記念ジャージを作ってもらって、こういうアットホームな、こういう雰囲気が粋ですよねと、こうしたセレブレーションをする AFL が好きですし、コッチンが活躍して、勝って終わったことが良かったですというコメントをいただきました。本当、勝って良かったですよ。いや、本当ですよ。これ、負けてたらどういう雰囲気で300試合を迎えてたかと思うと、ちょっとゾッとするよね、ユニフォームもだって作っちゃってるのに、ダッドって書いて。よかったです。本当に良かったと思います。さあ、そして、ラダーの方見ていきますか。はい、1位、ポーターデレード、キャッツに勝ったので、ね、ポーターデレードになってますが、これ、先週からそうなんですけど、このプレイドのところですね、試合数が、休憩のクラブがあるので、試合数が違うので、またこの順位はね、暫定ということになるんですが、この赤のラインですね。リッチモンドタイガースがじわり上がってきて、ファイナル進出がちょっと見えてきて、キャッツはその下ぐらいかな。ヨシが応援してるジロングキャッツ、下に行ってもらえるでしょうか。あ、もう見えないとこまで行ってるね、これ。下行ったか、行ったか。10位。10位ですね。そして僕のセカンドチームのジャイアンツもこの辺、ヨシのセカンドチームのサンズもこの辺りということで、今週末の試合の予定見ていきましょう。木曜日からですね、いきなりキャッツ、はい、上位のメルボルンでも、これちょっと勝っておきたいか、ホームで。そうですね、これ、GMHBA スタジアムなので、先週はアドレードでホームだったので、今回はもう、ジロンゴのホームなので、ちょっとこれ勝たないとトップ8に行けないと思います。これはぜひ勝ちたいよね。そして金曜日、セントキルダ・セインツ、ライオンズ。これはね、接戦になると思います。5位のセントキルダと4位のライオンズが戦って、土曜日はスワンズとイーグルスね。これ、15位対18位の戦いなんだけど、ちょっと時代を感じます。2005年、2006年はこの2クラブで、ね、2連続グランドファイナル行って、それぞれ4点差と1点差の、まあそんな時代もあったのに、今やもう15位と18位ですよ。イーグルス、ちょっと今シーズンはもう、負けが込んでしまってます。そして、フリマントルドッカーズエスセンドンがあって、日曜日は2試合、試合数が少なくて、下、この倍ですね。倍が6チームかな ?6 チームあります。ののすけくん以下の応援しているタイガースも、今週末は倍ですので、ご家族で試合観戦ではなく、どこかでお出かけをしてください。ということで、リッチモンドタイガースね、応援してくださっているののすけくん以下から、ハイライト、こういうのどうですかって送ってくださってるんですが、皆さんも、このままではタイガースファンばっかり増えちゃうので、ぜひ自分の応援しているクラブのハイライト動画取り上げてほしいっていうのがあれば、コメントでもいいですし、メールアドレスでもぜひ送ってください。それ、送っていただけるとすごい助かるし、いろんな人の、こういうところを応援されてるんだっていうのも分かるのでね、欲しいよね、こういうハイライト。そうですね、自分的にはもっとね、キャッツファンを増やしたいんですけど、他のクラブもいいんで、送ってください。キャッツファンあんまりいないんじゃないか、好きですっていう人って。いないですね。いやいや、ね、ゴールドコースでいるんで、まだあんまりキャッツファンいないんですけど。そうか。特にまあ、キャッツファン。はい。ぜひ、ハイライトの方お願いします。さあ、ヨシは、ヨシもなんか、向こう、ゴールドコースでシーズン戦ってるということで、なんか、どんどん調子を上げてるらしいじゃん。ヨシ自身の試合、フォワードでプレーしてるみたいなんだけど。そうですね、フォワードでプレーさせてもらって、ちょっとまあ何回かゴールとか入れて、モチベーション上がってきたんで、で、チームも今調子がいいので、怪我なしで頑張っていきたいと思います。いいね、よしも今週末もぜひ頑張ってゴール入れてください。はい